皆さんこんにちは、OG だって塚太です。ということでマリアでーす。はい、このチャンネルでは宝塚の OG である私千崎マリアが OG からの視点、そして宝塚が大好きだーという塚太の視点、両方の視点から宝塚についての様々な情報や皆さんにも一緒に楽しんでもらえるような宝塚についての動画をお届けしています。これからもね、どんどん発信していきますので、皆さん見逃さないようにチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、ということでね、皆さんちょっとめっきり寒くなってきましたけれども、風邪とかひいてないですか？大丈夫ですか？もう急に寒くなったので、今まで結構ね T シャツとかでお届けしてたんですけれども、寒くなって急に長袖になってきましたけれどもね、キャトルレイブのグッズとかでこう長袖のパーカーとか T シャツとかないですかね？早く出してほしいです。お願いします。はい、ということで今日はですね、私がこう宝塚の OG だっていう話とかをこうたまにすると、宝塚についてちょっといろいろ聞きたいと言ってね、よく質問されることが結構あるんですよね。なのでそういった元宝ジェンヌがよく聞かれる質問、音楽学校編ということで、今日はですね、音楽学校についてよく聞かれる質問を私がね、どんどん答えていきたいなと思います。もちろん答えられる範囲でですよ。私たちの頃と今とじゃ時代も違いますからね。はい、私が経験した中で答えられる範囲で、お答えしていきたいと思いますので、結構ね、いくつか順を追ってお話をしていくので、皆さん最後までぜひね、見ていただきたいと思います。はい、これをね、最後まで見ていただけるときっと音楽学校に関する皆さんの知識というか理解とかも深まっていくんじゃないかなと思っています。はい、ということでですね、私お仕事でお会いした方とか、あと新しくお知り合いになった方とかに、宝塚にいたんですってねとか、元宝ジェンヌなんでしょうって言われることもやっぱりね多いです。で、そんな時にね、大体皆さん質問されることが決まってくるんですよね、いくつか。で、そのいくつかを私は今日はね、答えていこうと思うんですが、まずやっぱりね、一番最初に聞かれるのはこちら。はい。どうして宝塚に入りたかったの？なんで宝塚に入ったの？っていうことなんですよね。これがですね、私の場合は、母親が宝塚が大好きで、宝塚にね、自分が入りたかったんですよ。だけど、自分の時は、その宝塚を受験したりする方法もわからないし、そういう勇気もなかったのでできなかったという話を、私が本当に幼い頃に母親から聞きました。で、私はその話を聞いた時は、全然宝塚のことを知らなかったんですけれども、そんなに、母親が入りたかったところなら、一回は見てみたいなと思って、一緒に連れて行ってもらって、宝塚の大劇場にね、初めて行ったんですけれども、もう初めて見たその時から、帰りにはもう、私ここに入るって、小学生ながらに断言してまして、で、そこから、いろんなね、習い事とかもどんどん増やしていったんですけれども、そうやってこう母親の影響を受けて宝塚を知って宝塚に入りたいって思ったんですけれども、案外やっぱりいざ受験するとなると、そりゃね、両親もやっぱりね心配しますし、もし宝塚がダメだったらあなたどうするのみたいな感じにももちろんなりますし、そりゃもう高校の先生方もあなた宝塚しか受けないんですかみたいな、大学とかどうするんですかみたいな感じにももちろんなりますし、いやー、案外ね、大変でしたね。本人は宝塚に絶対入るって思って頑張ってきてるので、宝塚以外を考えてなかったため、将来を、そこがちょっとねアホな感じなんですけれども、宝塚に入るんだって思い込んでいたので、他の選択肢をねしてなかったんですよ。なので、その普通の方だとね、きっと、あ、宝塚がダメだったら、じゃあ、やっぱりね、高校卒業したら大学っていう選択肢もあるから、それも視野に入れて勉強しようとか、いろいろ考えると思うんですけれども、私はもう宝塚に入るんです。ダメだったら宝塚の劇場で働くんですって思ってたので、もうね、それ一本でしたね。まあ、ね、これで、
無事合格できたから良かったんですけれどもね。いや、本当に学校の先生とか両親にはね、すごく心配をかけたと思いますし、とっても感謝をしています。なので、私が宝塚に入りたいと思ったのは、母親の影響で宝塚を好きになって入りたいと思ったからなんですね。で、ちなみに、私が受かった時の、宝塚音楽学校の倍率が、多分ね、43倍とか、そのくらいだったんですよ。なので、なんか、高校の先生方とか、両親、親戚一同、まあみんな、友達とかも含めてみんなそうなんですけれども、いやーもう、まさか、受かるなんて本当にすごい奇跡だよねっていう話でみんなで盛り上がって、もう私の人生の運をここで使い果たしたんじゃないかって思うぐらい、いやもう本当に、無事、合格できてよかったです。その後の進路全く考えてなかったので、本当に合格できてよかったです。で、またこれと一緒によく聞かれるのが、もう絶対これは聞かれるんですけれども、こちらです。音楽学校って厳しいんでしょ?っていうことですよね。まあこれはね、これに関しては、ちょっと前にね、音楽学校の不分率の話とかが出てて、まあメディアとか、あとは OG の方とかもかなりね、たくさん、YouTube などでも語っていらっしゃいましたが、私自身、音楽学校の規則をすごく厳しい、まあ厳しいですよ。もちろん厳しいです。一般社会に比べたら厳しいですけれども、ファン時代が結構長かったので、音楽学校の厳しさっていうのは、私の中では全然想定内の話で、もちろん、そういう厳しさがあると思って、で、受験もしてますし、そういうことがあることを知って音楽学校に入学しているので、そんななんかカルチャーショックを受けるほど厳しいと思ったことは正直なかったです。で、私の同期に関してももちろんそうで、最近になってやっぱりね、音楽学校の規則についても話しますけれども、そんなにひどい目に遭ったこともないよね。そんなひどい理不尽なこともなかったよねっていう話でみんな。やっぱりみんなファン時代が長かった子たちも多いですし、そういう音楽学校のしきたりとかも知ってたので、あ、こういうところなんだっていうふうに素直に受け入れて、音楽学校を過ごすことも、余暇生活1年間過ごすこともできましたし、よくね、 お掃除とか大変でしょって言われるんですけれども、お掃除も、なんて言うんでしょうね。みんなそれぞれお掃除場所が決まっていて、そこだけをお掃除するので、そんな学校中を、ね、なんか、今日はあなた、今日はあなたっていう感じで、学校中をお掃除するわけではないので、私の場合はもう、一回トイレのお掃除場所だったんですけど、トイレさえ綺麗にしてればいいっていう話なので、本当に全然お掃除大変じゃなかったんですよね、私の中では。それはね、朝早くに起きて学校に行ってお掃除をして、その後授業をしてっていう一連の流れできっと皆さん大変でしょうっておっしゃるんですけれども、慣れてしまえばそれをするのがもはや当たり前で、お掃除をすることで結構朝リフレッシュができたりとか、気持ちがこう落ち着いていったりとかするので、私的にはそんなにお掃除嫌だなって思ったこともなかったんですよね。うん。で、その学校の、不分立、まあ、規則ではないんですよね。伝統というか、上級生の方から受け継がれている伝統についても、決して、なんでしょう、無駄なことはなかったというか、必ずそこで得たものは劇団に入って役に立つものばっかりでしたから、むやみやたらにひどいことを、されたとか、全くそんなことはないんですよね。なので、厳しかったでしょって聞かれるんですけれども、確かに厳しいです。音楽学校のその伝統は厳しいですけれども、舞台に立つために必要な厳しさであって、無駄なことがまるでない。という感じですね。なので、私的には、まあ、想定の範囲内のことであり、舞台に立つための当然のことを学ばせていただいた、精神的にもですけれどもね、うん、と思っています。はい。さあ、そしてですね、皆さんやっぱり気になるのは、ね、音楽学校ってどんなことやってるの、
学校だからやっぱり授業があるんでしょ？学問とか学ぶの？っていうふうにね、聞かれるんですけれどもね。これはですね、普通の学校とはやっぱり違うんですよね。国語の授業があったりとか、数学とかがあったりとか、理科があったりとか、そんなことはもうもちろんないんですよ。で、まあね、音楽学校の同期でも、年齢にね、少し差があるんですけれども、そこはもうみんな、同じことをスタートして同じことを学ぶっていう形になります。なので、普通の高校とかで学ぶこととは違って、授業の内容といえば、例えば、朝1時間目はバレエです。2時間目はタップダンスです。みたいな感じで、本当に芸事に特化したことばかりです。なので、バレエ、モダンダンス、ジャズダンス、タップダンス、ピアノ。まあ、ピアノに関してはね、私たちの時は、ピアノを受験する前に習ってた方は、お琴か三味線を選んでください。で、ピアノを習ってなかった人はピアノを選択してくださいっていう感じで、これはね、選択制だったんですよ。で、あとは声楽。まあ、楽曲を歌うレッスンと、あとは新曲といって初めて見た音符をいかにちゃんと正確に歌えるかっていう、授業。とか、音楽史について学ぶ授業とか、あとは合唱の時間ですね。合唱の授業もありましたし、あと日本舞踊の、ね、時間もありますし、もちろん演劇の授業もあります。そして、あと、ちょっとね、面白いのがお茶の時間とかもあって、ちゃんと同期みんなでお教室に入って、で、お茶を立てて、お茶菓子をいただくっていう、そういうね、お作法をしっかり学ぶようなお時間もありました。やっぱりね、日本物のお芝居で、ただお芝居をするだけではなく、そういう日本物に必要な作法とかもね、ありますので、そういうことも音楽学校ではね、授業で学ぶんですよ。なので、ほぼほぼ、なんていうんですか、制服で受ける授業があんまりないというか、制服で学校には行くんですけれども、もう、朝1限目、例えばレオタードに着替えたら、2限目は日舞の授業だから、その1限目と2限目の間で、レオタードから、着物に着替える、浴衣に着替えるとか、で、次3限目は演劇だったら制服に着替えるみたいな。もうね、ここから多分、宝塚歌劇団の早変わりの練習が始まってたんだなって私は思うんですけれども、いや、本当にそういう感じで、かなりね、着替えも多かったですね、学校時代。うん。そんな授業内容でした。で、あとですね、よく聞かれるのが、音楽学校って学校でしょ？普通の行事ってあるの？っていうね、ことなんですけれども、まあ、普通のね、学校だと、運動会があったりとか、あとはこう、なんていうんですか、文化祭があったり、修学旅行があったりとか、いろいろね、年間行事があるじゃないですか。で、そういうことを音楽学校もやってるの？っていうね、質問もね、よく、されるんですけれども、音楽学校のね、じゃあ年間スケジュール、ちょっとざっくりなんですけれども、ちょっとここでね、お伝えしていきたいと思います。まず4月、これはね、入学式がまずありますよね。で、入学式があって、だいたい5月ぐらい、もうファンの皆さんご存知の方も多いと思いますが、大劇場、宝塚大劇場の前で、スミレ募金のお仕事があります。これはね、社会貢献活動になるんですけれども、募金箱を持って、予科生の日、本科生の日ってあるんですけれども、その、予科生がだいたい5人ずつとか6人ずつとかでグループになって、こう、点々と、所定の場所にいて、すみれ募金にご協力お願いしますっていう形で皆さんに募金を呼びかけて、その劇場に来られる方とか近くを歩かれてる方に募金していただいたら、すみれの花のね、造花を差し上げるっていう活動があるんですけれども、これがね、すごく楽しみで、予科生の頃は初めてそのすみれ募金に参加できるっていうことの、喜びもありましたし、本科生になったら今度、自分たちのスミレ募金もなんですけれども、予科生がやってるスミレ募金をこう見に行って、遊びに行って、こう声をかけてって、一緒に文旦の子と写真を撮ったりっていう、そういうのもね、すごく楽しみでした。
て、スミレ募金がまず5月にね、行われます。で、大体6月ぐらいには、まあ、試験とかが行われるので、6月、7月ぐらいかな、は試験があります。で、宝塚の音楽学校の試験っていうのは、もちろん筆記とかの試験ではなくて、実技の試験になっていきます。バレエとかね、日舞とか演劇とか、モダンダンスとか、タップダンスとか、そういった実技の試験です。で、その後、まあ、7月になると、本科生とかはね、合唱コンクールとかに出場されたりして、あとは、まあ、夏休み前なんですけれども、試験がね、予科生があったりとかあるんですね。で、その7月、おそらく7月だったと思うんですけども、に修学旅行があるんですよね。で、この修学旅行がまた本当に楽しみで、やっぱりね、同期だけで、そういった旅行に行ける楽しさもありますし、私本当に忘れられないのが、旅客生の時の修学旅行が北海道だったんですね。で、私は、今はまあだいぶ平気になったんですけれども、あまり魚介類が得意ではなくって、で、北海道って言ったらでも皆さん魚介類じゃないですか。で、同期もみんなそれをすごく楽しみにしてたんですよ。で、私はあまり得意じゃないので、こう、同期のみんなも、食べれるものあるかな、大丈夫かな、とか、なんか食べれそうなものがあったら私のあげるからねって言ってくれたりして、すごく気にかけてくれてたんですね。で、多分1日目はでも、ジンギスカンとかを食べに、みんなで食べに行って、で、全然食べれるものがたくさんあったので平気だったんですけれども、なんと多分その夜に台風が迫っているということで、修学旅行が終わったらもうみんな実家に帰る、お休みに入る時だったんですよね、ちょうどその時が。で、台風が来ているから、私と同じ近くの実家に住んでいる、近くの、県の実家がある子たちは呼び出されて、夜に先生たちに、あなたたちは台風が来ていて飛行機が飛ばない可能性があるので、残念だけれども、ここで実家に帰りなさいと。明日、朝一の飛行機で実家に帰りなさいっていうふうに言われてしまって、なんと修学旅行の途中で私帰らされたんですよ、実家に。もう本当にすごいショックで。で、まあ、案の定台風が来てしまったので、修学旅行最後までいたら確かに私はもう実家に帰れないような、状況になったので、後々まあ、しょうがなかったなとも思ったんですけども、もうその時はすごいショックで、いや、一緒に帰ることになったこと、なんで私たちだけ帰らなきゃいけないんだろうねって言って、もう本当泣く泣く帰ったんですけれども、そうすると同期から、連絡があって、なんか次の日はパンの食べ放題とかに行ったらしくって、もうここだったら食べれるものたくさんあったのに残念だったねっていう、こう連絡とかをたくさんもらって、いや、もうすっごいショックな修学旅行になったのを覚えていますで、そういう修学旅行とかがあって、まあ夏休みに入るんですけれども、で、9月はまあ試験とかがありますね。で、秋になると、秋の音楽会というものがあって、これは音楽会なので、歌の、発表とか、ピアノとか、琴とか、三味線とかの発表になるんですよね。で、歌の成績の上位者はソロで歌えたりするので、まあ、ここはね、私もすごく、ここで絶対ソロを歌いたいっていう思いもあったので、試験。秋の試験とかね、頑張りました。もう、ありがたいことにね、ここもソロを歌わせてもらったのもいい思い出です。で、12月ぐらいになると、本科生はね、劇場講習があったりとか、あと、まあ、予科生が試験があったりとかするんですよね。で、12月はもう冬休みに入っていって、1月には、本科生はね、卒業試験になります。これを、卒業試験の成績が入団時の成績、宝塚乙女に乗る、掲載される順番になります。で、まあ本科生はここでお化粧講習とかもね、やっぱり初舞台に向けて、どんどんね、初舞台に向けての準備が多くなっていくので、お化粧講習とかもあります。これはね、ちゃんと劇団から、上級生の方とかが来てくださって、お化粧をね、教えてくださるんです。うん。で、2月になると、
文化祭がね、あるんです。これはね、割と普通の学校みたいに文化祭がちゃんと行われるんですけども、やっぱりね、内容はちょっと違って、そんな学校中を飾り付けたりとか、出店が出たりとか、そういうものではないので、完全にステージとして皆さんにお見せするというのが宝塚音楽学校の文化祭。これはね、一般のお客様もご覧いただくことができます。チケット販売されるので、ぜひチェックしてみてください。で、3月はもう、本科生卒業式になって、予科生は最後の試験で春休みに入っていって、また宝塚の受験が始まるっていう感じに、ね、なっていきます。で、年間を通してね、本当にさまざまな行事とかあって、あと試験とかもね、ちゃんとあるんですけれども、観劇日っていうものが設けられていて、実際の舞台を宝塚大劇場で観劇させてもらえる、全員で観劇させてもらえる日もね、年間で何回かあるので、もうこの日はね、すっごく楽しみにしていました。でね、こんな感じでね、宝塚音楽学校行事もね、たくさんあります。そしてね、やっぱりね、これも結構皆さんに聞かれるんですよね。こちら。男役と娘役ってどうやって選ぶの？そう。これね、皆さんは多分分かってる方も多いと思うんですけれども、自分でもちろん選ぶんですね。ただし、やっぱり身長のね、制限っていうものはどうしてもありますので、私が男役になるっていうのは、もう最初から全く考えてなかったですし、もちろん身長的にも。で、私結構男役さんも好きですけれども、娘役さんが大好きで宝塚に入りたかったので、最初から娘役でって思ってました。ただ、165センチぐらい、165、166、まあ164、それぐらいの身長の子たちって、どっちでもできるんですよね。娘役でも男役でもいけるので、ここでね、結構悩んでましたね。余暇の頃は女役だったけど、本家になって男役になった子とかも、よく聞きますし、逆もしかりですね、男役だったけど娘役になった子とかもいますね。ただ、音楽学校に入学する時点で髪の毛を切って入学するか、長いまま入学するかっていうのもあるので、ある程度はね、みんな入学する前にどっちで行くのかっていうのは決めているかなとは思います。ただね、劇団に入ってからも転校する方、娘役から男役に転校したり、男役から娘役に転校する方もいるので、それはね、やっぱりこの164から6ぐらいの、どちらでも行けるような身長の子は、選択肢が広がるのかなとは思います。で、もう一つ最後に、皆さんに本当によく聞かれるのがこちら。芸名ってどうやってつけるの？ということですね。そう、芸名ってね、宝塚の生徒さんの芸名って本当にすごい芸名じゃないですか。もう、普段ね、一般の方にはないようなお名前が多いんですけれども、芸名って、宝塚音楽学校本科生の頃に、夏休み明けに提出とかですかね。ぐらいでね、もう決めないといけないんですよ。で、しかも自分が決めたからそれに決まるっていうことでもなくって、自分はこれにしますっていう芸名を、こう、第一希望、第二希望、第三希望ぐらいまで書くんですよ。で、それを学校に提出して、許可が出たものを、芸名としていただく、つけるっていう形になるんですね。で、もう夏休みなんかになると、本当にみんなもう芸名をつけることばっかりを考えて、学校でも、休憩中とかはみんな、子供の名前辞典みたいなものをこう持ち寄って、私これにしようと思うけどどう思う？とか言って、自分たちでもある程度考えていきます。ただ、全く全てを自分で決める子もいますし、親御さんと、考えて家族で決める人もいますし、あと、私は受験スクールに通ってたので、受験スクールの先生に相談するっていうパターンもあります。なのでね、結構ね、自分で決める人も多いんですけど、誰かにつけてもらう人が多かったですね。で、私は受験スクールの先生につけていただいたんですけれども、自分でその名前辞典とかを見て、こういう名前がいいなっていう候補とかをいくつか先生にこうお話をして、娘役らしい名前がいいですとか、あと、この名前とこの名前を組み合わせて、名前を作りたいですとか、そういうのをね、相談していました。
で、先生がその自覚を見てくださったりとか、生命判断とかを見てくださって、つけてくださった名前が、ちさきまりやというね、名前なんですよ。私的にはもう本当にすっごく気に入ってる名前で、芸名で。どっちも、ちさき、千里咲くっていう字も好きですし、マリア、蹴鞠のマリに、愛、マリアっていう名前も大好きですし、もう、本当にすごく感謝してるお名前です。結構占い師の先生とか、生命判断の方に見てもらった時にも、すごくいいお名前なんだよって言っていただけたので、これからも大事にしたいなと思っています。でね、宝塚の芸名って皆さん結構不思議に思われると思うんですけれども、なんて言うんでしょう。すごく使われる漢字とかないですか？愛とか、舞うっていう字、舞とか。あと、彩るっていう字とか、美しいっていう字とか。やっぱりね、皆さん、こう、舞台にね、どういうふうに、こう、どういうふうな舞台人になりたいかとか、あと、憧れている方の一文字を入れたいとか、そういうのがね、あるから、やっぱりね、多くなっていくね、漢字はね、あるんですよね。で、あと、ファン時代に、憧れてた方のお名前をそのままいただきたいっていうね、人もいますし、結構調べていくと、だから、同じような芸名の方が、こう、歴代遡るといたりするので、こういうね、名前を調べていくっていうのも、結構宝塚の楽しみ方の一つなのかな、と思っています。はい、ということで、今日はですね、元タカラジェンヌがよく聞かれる質問、宝塚音楽学校編ということで、私が実際にね、これまでに聞かれた質問を順番にこう解説を交えながらお届けしてきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか？この動画が役に立った、ためになった、面白かったというね、思っていただけた方はグッドボタン押していただけると私も励みになります。よろしくお願いします。そして私、OG 伊達塚太です。ブログやね、インスタグラムやツイッターなどもやっていますので、概要欄に貼っておくので、よかったら見てみてください。はい、ということで、またね、次回この OG でよく聞かれる質問、今度はね、劇団編も、お届けしていきたいと思いますので、皆さん見逃さないようにしてくださいね。はい、ということで、今日の動画はここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいて、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。